世界長者番付はアメリカの経済誌フォーブスが毎年3月に発表する世界の個人資産番付である。リストに掲載されている個人の純資産は文書化された資産と負債の会計に基づいて算出されアメリカドルによって表記される。このランキングでは国における権力や支配的な地位によって富を所有している独裁者や王室などは除外されている。 ワンバックスニュースの報道によると2016年の世界長者番付の上位8人は世界の富のピラミッドの下36億人と同等の富を保有している。ホーブスは毎年世界各地の富裕層の資産動向を追跡するために16カ国で50人以上を超える記者によって構成される記者団を抱えている。記者団は1年を通じて リストに掲載される可能性のある候補者や従業員、ライバル、弁護士、証券アナリストなどを含む関係者に対して聞き取りを行う。その後、該当人物の土地や住宅、車、絵画などの資産の価値が算出される。そして、最後に、リスト発表の1ヶ月前に所有する上場企業の株式の評価額を見積もり、前述の資産と現金を含む。 個人資産を評価し、負債を計上する。保有する株式が非公開企業である場合には、収益やその見積もり類似する上場企業の株価売上高倍率や株価収益率と結びつけることで評価される。また、デュポン家のように多くの家族に資産が分散しているようなケースでは、家族全体の資産が10億ドルを超えていても、個人で10億ドルに満たないケースでは含まれない。 しかし、個人資産が10億ドルを超える個人が資産を生きている。うちに家族に分けるなどして、富を移転した場合にはその個人が生きている間では、該当人物の富として、リストに掲載される。そのようなケースの場合、リスト上では、とその家族といった形で表記される。ただし前日のように国における権力や、支配的な地位によって、富を所有している独裁者や王室などは、 ランキングに含まれない。世界の億万長者の第34回ホーブスリストでは、リストには2019年から58人のメンバーと7000億ドル減少し、総純資産は8兆ドルの2兆950億1万長者が含まれていた。リストは3月18日の時点で最終決定されたため、すでにコロナウイルスのパンデミックの影響を部分的に受けていた。 世界の億万長者の第33回ホーブスリストには2018年から55人の会員と4000億ドル減少し、総純資産が8.7兆ドルの2兆1530億1万長者が含まれていた。米国は引き続き世界で最も億万長者が多く609の記録を残したが、中国は324に減少した。 上位20人の純資産合計額は1.2兆ドルを超えリスト全体の13%を占め、ビリオネア内での格差は拡大している。昨年から新たに165人がランクインしビリオネアの人数は2208人となった。ジェフ・ベゾスの純資産はアマゾンの株価の上昇により大幅に引き上げられ1120億ドルでビル・ゲイツを抜き始めて世界長者番付で世界でも 最も豊かな人物となった。ベゾスはわずか1年で純資産を350億ドル以上増やし、1987年の統計開始以来最大の上昇幅となるとと,ともに、史上初めての純資産1000億ドルを超えた人物となった。ベゾス以前に最も1000億ドルに近づいたのは1999年のビル・ゲイツが記録した900億ドル。 ホーブス世界長者番付は30周年を迎え、ビル・ゲイツは4年連続で世界で最も豊かな人となった。純資産10億ドル以上のビリオネアは2043人に達し、1987年の統計開始以来、初めて2000人を超えた。また、かつて世界長者番付でトップを4回にわたって取った、メキシコのカルロス・スリム・ヘルは12年ぶりにトップ5から転落した。 この年に大統領に就任したドナルド・トランプは前年から10億ドル減少し35億ドルで544位にランクインし、ストライプの創業者であるコリソン兄弟がスナップチャットの創業者二人と共に初ランクインし、弟のジョンは26歳で最年少のビリオネアとなった。2016年3月、アメリカの経済誌、フォーブスは2016年版の世界長ン番付を 発表した。10億ドル以上の個人資産を持つ富豪は全世界に1 8 1 0人となり、国籍別ではアメリカ合衆国の540人が最高で、全体の約30%を占めている。世界第一位の億万長者は、マイクロソフト創設者のビル・ゲイツが3年連続で1位となった。出展、フォーブス25スアニバーサリータイムライン出展。 The Countries with the Most Billionaires 2025別ありがとうございます。